こんにちは。スーツを変えて人生をもっとハッピーに、イメージコンサルタントの森内真希です。本日もご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは男性経営者や男性ビジネスマンに特化したスーツの着こなしや、それにまつわる小物選び、ビジネスマナーなどについて女性の視点を交え情報を発信しております。ビジネスで信頼される外見を手に入れたいですとか、また女性から好感を持たれるビジネススタイルを知りたいという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日はここ最近行ったショッピング動向やその下見でとっても気になってしまった、私の一押しのメンズファッションアイテムを5つご紹介したいと思います。あくまでも私の独断と偏見ですので、その点だけご了承いただければと思います。お伝えするのはシャンブレーのシャツ、シアサッカーのジャケット、リネンのネクタイと、イタリア製のドライビングシューズ、そしてガンゾのブリーフケースです。まず1つ目、ジャンネットのシャンブレーのドレスシャツです。シャンブレーのシャツはジャケットパンツスタイルにもタイドアップしてもかっこいいですし、襟がホリゾンタルになっているのでボタンを外してきてもノータイでもスッキリと着ることができます。もちろんカジュアルに1枚で着てもいいですし、カットソーの上にボタンを開けて着ればアウターシャツとしてもお使いいただけます。またこのジャンネットのシャツの特徴としては、第2ボタンの下には太陽のマークの刺繍がちらっと見えるんですね、そこがすごく素敵と思ってるんですけれども、これがジャンネットのシャツのアイコンになっています。またボタンの縫い付けが取り足になってるのも私の大好物で、そこにもこだわりを感じて一目で気に入ってしまいました。太陽マークがゴールドになっているゴールドサンというシリーズもあるみたいです。こうしたちょっとしたこだわりがかっこいいなって思ってしまうわけなんですね。こちらは銀座三越の5階で販売されてましたし、ネット通販でも購入できるみたいです。さあ2つ目、同じくジャンネットのシアサッカーのジャケットです。シャツを探していた時にこちらの極太ストライプのシアサッカーのジャケットを発見しました。水色など淡い色で細い腕のシアサッカーのジャケットっていうのはよく目にすると思うんですけれども、こちらは透明紺色のジャケットのように見えますけれども、よく見ると波状の凸凹感があるシアサッカー生地を使用しているので、すごく涼しげな印象ですよね。きっとカジュアルから綺麗めまで幅広くお使いいただけるのではないかと思っています。このあまり見かけない大きめの腕のシアサッカー生地というのがニュアンスがあってすごく面白いなと思って一目で気に入ってしまいました。先ほどと同じジャンネットのジャケットなので、ラペルにはアイコンの太陽をモチーフにしたピンバッジが光っています。大人な印象の中にも遊び心があって素敵ですよね。多分こちらのジャケットは背があまり高くない人とか、すごく痩せてる方には難しいかもしれませんけれども、ある程度の背があってですね、体格のいい方でもお似合いになるかなと思います。さあそして3番目は靴です。ベッタチーニのドライビングシューズです。こちらは銀座の松屋さんで購入しました。イタリアの中央部に位置するトスカーナに工場を構えるベッタチーニ、こちらのドライビングシューズは本当に発色が良くて、ほぼ一目惚れっていう感じで手に取ったわけなんですね。とにかくこの紺色がすごく爽やかで、これからの季節にはぴったりなのではないかと思います。例えばホワイトパンツ、白パンですねとか、デニムとかカラーパンツとかショートパンツまで相性抜群に履いていただけると思います。この季節になると重めの、例えばクロケット&ジョーンズとかのかっちりとした重たいローファーよりは、こうした軽めのドライビングシューズが活躍するのではないかと思います。ソールはクッション性がすごく良くって、帰りも良かったので楽に履けると思いますし、こちらのドライビングシューズはコインローファーっぽくもなく、またリボンもついていないので、すっきりとした大人顔なところが気に入りました。甲が高いとちょっと痛かったりするかもしれないですね。例えば夏のデートにはホワイトパンツにこのきれいめな発色のネイビーのドライビングシューズなどを履いてきてもらえるとかっこいいと思います。4つ目はネクタイなんですが、リングジャケットのリネンネクタイです。リネンのネクタイはちょっと写真がないので、三越のオンラインショップからお借りしました。このリングジャケットのネクタイというのは、ものづくりの聖地ナポリで生産されるナポリタイなんですね。素材は麻が 58% で、シルクは 48%、
台形の幅も 8.5 センチありますので、ほとんどの方のラペルと同じぐらいの幅になって、バランスもいいのではないかなと思います。例えば夏のネクタイで何色か使われているストライプタイって結構合わせるのが難しいなっていうのが私の印象なんですけれども、こちらの2段ストライプとても合わせやすくはあるんですけど、もうなんかつまらない印象になりがちなんですね。そこで素材をこの麻とシルクにすることで、さらりとした涼しげな素材感で変化をつけることができますし、ちょっとねザクッとした素材感がかっこいいと思います。リネンのシャツにタイドアップしてもいいですし、またカラビ織のシャツにも合うと思います。白いシャツにも合いますし、淡いブルーのシャツにももちろん合います。この白とブルーのストライプがもう見るからに爽やかな感じですよね。さらに麻の素材感が涼しげで、裏地のない手縫いの作りなので一層軽やかな印象を与えてくれます。暑くてもネクタイをしないといけない時には、こんなネクタイをされると、あ、いいネクタイしてますねってきっと言われること間違いないと思います。こういう素敵なネクタイしてる人にはなかなかお会いすることってないんですよね。もしこんなネクタイをしてる人に出会ったら褒めちぎりたいと思います。この白とブルーの2色のストライプもありますが、いきなりのような白っぽいネクタイも夏には活躍してくれるのではないかと思いますので、色違いもおすすめしたいと思います。さあ、そして最後はお客様のご要望で下見に行った元祖のカバンです。伺ったのは銀座店です。銀座店は今年の1月にオープンしたばっかりということで、新しくて、おしゃれでセンスの良いあったかいお店でした。まあ、目的として行ったカバンというのは、ブリーフケースで GUD というシリーズと GD シリーズを比べてくる、そういったミッションで行ったわけなんですけれども、店長の渡辺さんが対応してくださって、本当に丁寧にご説明していただきました。この GUD と GD の2つのカバンをご紹介したいのですが、まずは GUD、 こちらはイタリアの子牛の皮を使った経年変化、まあ、月日が経つと色が変わるという、そうしたエイジングを楽しめる革ということになっています。そして月日が経つとともにだんだん革も柔らかくなってくるので、ちょっとクタッとした印象になるのが特徴みたいです。さあ、一方 GD シリーズはフランスの革で、少しカチッとした硬い印象の革です。こちらはカチッとしているので自立していますし、また経年変化が起きにくいということで、まあ、何年経ってもこのまんまということで、GUD のように革が柔らかくなってクタッとすることはないので、まあ、かっちりとしたカバンが好きという方はこの GD シリーズの方がいいのではないかなと思います。まあ、私が気に入ったのはこちらの GD シリーズで、まあ、経年変化のない、まあ、色落ちをしたりとか色が変わったりすることなく、いつまでもきちんとカチッと自立するタイプのこちらのカバンが気に入ったわけなんですね。で、このスクエア型の紺色のブリーフケースがかっこいいなと思ったわけです。カバンの底のこのカーブのところが縫い出ししているみたいに、角のデザインがすごく特徴的でかっこいいなと思ったわけです。ご依頼いただいたお客様的にはもう少し内容量が欲しかったということで、購入には至りませんでしたけれども、元祖のカバンのこだわりですとか特徴がよく分かって、すごくいい経験になりました。とにかく店長の渡辺さんはじめ、店員の方がとても親切だったのが印象的でした。私みたいに女性が一人でお買い物に行くと大体塩対応されてですね、いつも悲しい思いをすることが多いんですけれども、温かく対応してくださって嬉しかったですし、何よりも皆さんが製品のファン、製品を愛してるっていうことが、まあ、非常に伝わってきて、売るというよりはファンを増やすというような感じで接してくださいますので、もちろん専門的な知識もきちんと説明していただけるので、ファン同士みたいな感じでお買い物を楽しめるのではないかなと思いました。この元祖のブリーフケースは私も今まであまりじっくりと手に取ったことがなかったのですが、今回しっかりとした作りであるとか、革の色が変わっていく経年変化を楽しむであるとか、そういったことにも触れられて非常にいい経験ができたかなと思います。皆さんももしよろしければ元祖のカバンも手に取ってみていただければと思います。さあ、ということで今日は最近私がショッピング動向ですごく気に入っちゃった
メンズファッションアイテム5つについてお伝えしてきました。いかがでしたでしょうか。こんな風に、ショッピング動向の下見にはかなりの時間と労力を割いて、お客様に最適な商品が見つかるまで探し回るといったことをするので、その際にですね、私が心がけているのは店員さんとたくさん会話を楽しむということなんですね。その店員さんの知識を見ただけ、手に取っただけではわからない、その製品の良さであるとか特徴であるとか、まあ、生産の工程であったりとかまで聞くことができますので、お買い物が2倍も3倍も楽しくなるのではないかなって思っています。ぜひ皆さんもお買い物の際には店員さんと言葉を交わして、店員さんを味方につけて、効果的で楽しいお買い物をなさっていただければと思います。さあ、ということで今日の情報が役に立ったよとか面白かったよということであれば、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。お疲れ様でした。